ッチーのチャンネル、始まるよー。はい、うっちーです。ひょこです。今日は和食、相模ね、こちらにお邪魔してみようと思います。こんな食品サンプルもあります。美味しそう。サンプル、ね、うん、味噌煮込みだね。うっちーのチャンネル、はい、店内はね、こんな感じで個室もありますね。だからね、撮影にはね、結構向いてますね。はい、こちらがメニューですね。田中ごわ膳ってね、相方がこちらを選びました、うん、美味しそうですね。美味しそう。はい、そしてグランドメニュー、いろんな味噌煮込みがあるね。味噌煮込みね、牛すき味噌煮込み、うわ、これも気になるな。1273円。これザ味噌煮込みそしてそばですね、うん、ここね、おそばはお店で売ってるんですよね。そうね、薄でね、うん、はい、僕はこちらの宮崎牛すきね、鍋といろんなものが食べられますね。鍋とお刺身は全お値打ちですと1691円。はい、メニューも豊富です。うん、うわー、いくらサーモン、いくら三色丼と麺、こちら気になりますね。お蕎麦、味噌カツみたいなね、はい、こんな感じです。僕の料理が来ましたね。うわーだね、いろいろあってね。あ、お肉お肉、刺身とね、小さなおうどん、これ、うん、蕎麦とうどんときしめんと、うん、温かい冷たいが選べますね、うんうん、うわー、グツグツいってきましたね。行ってきた。相方の花かご御膳ですね。すごい、すごい茶碗蒸しですね、うん、そして天ぷら、相方の嫌いなイクラが乗ってますね。さて、食べていく相方のイクラをもらっちゃいました。相方がね、本当イクラが大嫌いなんですね、はい、というわけで、食べていく。いただきます。いただきます。うどん伸びちゃうからね。まーす、うん、パッキ焼きに入れてもいいね、うどん。そうだね、うん、そうそうそう、うわー、贅沢ですよ、うん、裏肉、あー、柔らかそう、やばい、レアだけどいっちゃいますね、うん、うお、うん、うん、あのね、大好きなすき焼きに大好きなイクラご飯、もう最高ですよ。そうだね、うん、もうイクラの歯ごたえが、うん、美しさ、うん、相方のね、すごいね。迷っ
本当だよね、まあ、締めに頼んだよね、うん、エビちゃん、やばいねこれ、もう食べないと、ね、固くなっちゃう、ね、うん、こちら生ハム美味しそうです ね、で先ほどのが、あ違う、これはオクラだね、オクラ、はい、食べちゃいました、ね、これは紫芋と大黒芋だ ね、エビチアンエビチアンも一匹ある、うん、そして僕の野菜ザ野菜野菜的になっちゃった、はい、うん、はい、ナマス、ナマス、うん、やばいですよ、すき焼き、うまくない、うーん、これね、卵つけたね、うわ、うわ、ビジュアルすげえ、うん、うん、最高です、うん、肉の追加がしたいな、もう肉全部食べてしまいましたよ野菜、マグロのお刺身ちゃん、あ、おいしい、うん、うん、相方大好き、うん、そしてサーモン、お刺身ちゃん、おう、よくぞ、うん、そう言われるか、一瞬親子丼になった3本、うん、私も3本、うん、店内はJ-POP っていうか歌謡曲がお琴で演奏されてる BG 流れてます、うん、はい、とっても和な感じですね、うん、和な感じ、残念ながらね、この相模グループ、うん、中部地方にほとんど固まってますね、うんうん、本当にね、これいろんな地方の皆様にもね味わわせてあげたい、この後ね、実はね、お寿司屋さんに飲みに行くんですよね入るかな絶対無理だよね、うん、デザート食べていく多分、大学芋と紫芋、うん、そして、クリームは栗かな、ね、栗っぽいモンブラン、うん、うん、茶碗蒸し美味しいよ、よかった、うん、エビの尻尾、うん、おいしい、ちょっと濃いめ、あ、美味しいですか、うん、うん、よかった、あー美味しかった、はい、相方も食べましたね、食べました、ちょっときしめが残ってますけど、はい、はい、それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。なんかね、うちのミミズクちゃんに顔が似てきたんだよね、撮ってきてね、撮ってきてさ、急にこんな感じになってます、うん、はい、というわけでチャンネル登録お願いしますね、うん、
じゃあねー。じゃあねー。終わり。